トン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 。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、うわただよ。本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは、ローソンより2020年8月11日に発売された、バリムッシュブリュレパイシュー。本体価格185円、税込み200円。こちらをご紹介したいと思います。砂糖を焦がしたように焼き上がるパイシートを乗せたシュー生地を焼成した後に生クリームと牛乳、卵黄の風味豊かなとろーり食感のプリンクリームを注入しました。シュー生地のパリッと食感とプリンクリームのとろーり食感を楽しめる新感覚のシュークリームです。こちらをご紹介したいと思います。ということでこちら、パリッパリ生地にとろーりプリンクリームということで、一包装あたり312キロカロリー。炭水化物は 21.2g、 炭水化物は 21.2g、 糖質が 20.7g、 植物繊維が 0.5g の目安です。はい、こちら硫黄生菓子となっております。こちらアレルギーは乳成分、卵、小麦、大豆となっております。内容量は1個です。製造者は山崎製パンさんとなっております。では開けていきたいと思います。こうなっております。ほう、こういう感じなんだね。ではちょっともう一口でパクッといきたいと思います。いただきます。うん、この生地のこのパリパリ生地いいね。うん、ザラメで入って、うん、そしてクリームも美味しい。とろろり調子、うん、これ結構面白いね。この生地がまた面白いし、この、うん、生地が今までシューと違って面白い。いいんです。美味、うん、しいこのね、もう生地が特徴だよね。このパリパリの生地にこのプリンクリームが入って、もうブリューネのシュークリーム、これはねいいね。また今までのシュークリームと変わったシューが楽しめるので、ぜひこのパリッパリ生地が好きな人にはおすすめのシュークリーム食べてみてはいかがでしょうか。この動画が面白いなって方はぜひチャンネル登録、高評価、画面動画も見てくれればまた喜びます。では